皆さん、こんにちにく。今回は、有田川鉄道公園、有田鉄道金谷口駅に保存されているキハ58系についてご紹介します。有田鉄道は、もともと、大正4年に、名物、有田みかんの農作物輸送路線として開業したローカル私鉄路線です。日本一運行本数が少ないローカル私鉄路線として知られ、地元の人々からは親しまれていました。平成14年度をもって、惜しまれつつも廃線となりましたが、同22年、終点であった金谷口駅周辺の線路が、そこで活躍していた諸車両の動態保存公園として整備され、現在に至ります。現在保存されているキハ58003形は、もともとは、昭和38年、国鉄中央本線の新宿駅から、富士急行線に直通乗り入れを行う急行列車として初デビューしました。昭和51年、トイレの撤去といった改造を施された上で譲渡され、デッキ付きのレールバスとして運用を開始しました。それでは、早速、実際の乗車風景をご覧ください。チャイムは昔ながらのオルゴール式で、チロル民謡アルプスの牧場が現在も使われています。現在のルートは鉄道公園前広場停留所、鉄道公園駅、そして金谷口駅跡停留所です。乗車料金は200円で、金谷口駅跡停留所では写真撮影の時間も設けられます。現在メインエンジンが故障し、整備と修理にかなりの時間がかかるため、エンジンを撤去してガソリン発電機を搭載する改造工事を施した上で客車化され、神戸西港専用線路から移籍した DL17 型ディーゼル機関車によるプッシュプル運転が行われています。帰りの
地駅での撮影タイムが終わったら、いよいよ鉄道公園前広場に帰還です。ご視聴ありがとうございました。どすこい。